まだ人がいません。ここで1対1の形になっている。うまくかわした奥田、奥田はここで入っていく、奥田のシュート決まった。 YS 横浜先制。左サイド辻にボールが出て相手の股間を抜けるパス、非常にいいパスが入りまして奥田、この辺りディフェンスも少し緩くなっていました。ここで吉井がついています。10番の奥田に対しましてここで吉井がついていたんですが、その吉井をかわしてのシュート。